今日はいい天気だからとっておきの三角探しに行こう。二人だけの特別な三角絶対見つけようね。改めまして、人の役の五十嵐正史です。はい。怒り神隅役の広瀬大輔です。はい。はい。今週最初のジングルは、怒り神隅で、監督ネーム、広島のミサイさんからいただいたシチュエーションということで、三隅くんに三角を探しに行こうと、デートのお誘いを受けたいというリクエストに対するセリフでした。ーデートの誘い文句ってですね。なんかね、こういうのって、キャラカード、カードの、その、キャラクターのバックステ、から、ちょっとこういう、なんだろう、二人っきりの特別な時間を、みたいな、楽しもうね、みたいなシチュエーションあったりするんだけど、バックステって僕ら読まないから、ボイスとしてね。そうか。だから、こういう感じのを実際に読ませていただくのって貴重な機会ですよ。貴重だよね。実際こうやって音にするの、ナウってことだよね。そう。だから、バックステでも、多少あったりするんだよ。なんか、三隅くんが監督さんに向かってこういう、ちょっと、あ、三隅くんにした、ちょっと、キュンとくるじゃん、みたいなセリフを言ったりもするんだけど、それをボイスにしたことってなかったから。いやね、ぜひ監督ちゃんにね、もういろいろこの機会にね、送ってきていただきたいですね、本当に。ありがとうございます。では、これからもよろしくお願いします。さあ、それで。マジ台無しなんだけど。大丈夫、カットしてくださるから。使うよ、そこまで言ったら。